カンバヤは古代中国の旗、全館の皇帝のための大庭園である。関陽、長安の南方に広がっていた。サンタスクコーズによると、元は旗の庭園であり、関の武帝の剣元三年、有料を好む武帝がしばしば、カンバヤの敷地内を越えて、民の土地に足を踏み入れるようになって、民を苦しめていたため、武帝が我を下避さしように命じて、 費用を計算させて拡大し、周囲300里の広大な庭園となった。や支園の中には70カ所もの利休があり、それはどれも馬車仙台、木1万を収容できるほどの大きさだった。また多種多様な獣が飼われ、皇帝が秋、き、冬に漁を行ってその獣を取った。また武帝がや支園を拡大した際に、軍神に命じて、 各地の珍しい植物や果樹を献上させ、それらを栽培した。また、茂る寮の不民園広志館は、珍しい動物や植物を集め、砂浜や激流を人工的に作り、建物をすべて廊下でつないであるという豪壮な庭園を作っていたが、後に罪があって中殺されるとこれも、勧誘の庭園とされ、動植物は、寒林園に移された。寒林園には、 カンバヤシレイ、カンバヤシヤスシなどの役人が置かれ、飼っている動物の種類や数を管理し、記録していた。また、カンバヤシエン内には6つの池や10以上の宮殿などがあった。武帝の元カない2年に水耕鳥の館が置かれ、カンバヤシエンを管轄することとなった。カンバヤシレイ、カンバヤシヤスシも水耕鳥の続館となっている。 また武帝が民間で五種線を鋳造することを禁止すると、線の鋳造は、水工といの俗館である金融、商喚、弁道の三観が独占して行うこととされた。これは、神林三観と呼ばれた。五感の時代になると、戸が洛陽に置かれたため全館の神林園は、使われておらず、洛陽製法に神林園が置かれている。ありがとうございます。